皆さんこんにちは三浦彩子読書会顧問東京 JCF 牧師の長谷川義光と申します今日は三浦彩子と福音というタイトルで皆さんにお話をさせていただきますよろしくお願いいたします 前回私はこのどのようにして三浦絢子読書会をスタートさせそしてこの三浦絢子読書会がどのように拡大しそして今後どんなビジョンを持っているかそういうお話をさせていただきました。今日はこの三浦絢子さんという方がどんな方かまた三浦絢子さんが語ってくださったいわゆる「福音」とはどういうものなのかそのお話をさせていただきたいと思っております。 まず三浦彩子さんについてお話をさせていただきたいと思います三浦彩子さんは1922年大正であれば11年の生まれになりますで三浦彩子さんが亡くなったのは1999年平成11年77歳の時でしたまあこの三浦彩子さんはもちろん多くの方もうご存知だと思います、えー、クリスチャン作家として有名 しかもクリスチャン作家でも日本ではカトリックの方が多いですけれどもプロテスタントのクリスチャン作家でしたそして彼女は本当にこの実はあるアンケートアンケートで統計を見ますとですね本当にすごい影響力があるということがわかります私が調べたあるものによりますと売上数でですね歴代の日本人作家で第8位に選ばれていますその当時でも4,000万部以上売れていた 今ではもう4,300万部以上売れてるという話も聞いていますけれども、えー、この売れてるトップの方々はですね大体このミステリー作家と言われる方々赤川二郎とか西村京太郎とかこういう方々です本当にこのいわゆる小説を書いたような作家ではですね三浦亜子さんはもうトップ3に入る売り上げを日本でですね叩き出しているような作家なんですね。そして三浦彩子さんんははこれは読売新聞のアンケートだったと思うんですが ある時のアンケートで日本人の今までの歴代の作家で誰が好きですかっていうアンケートでねまあ本当にこの三浦綾子さんはそういう意味でも売り上げでも人気でもですねまあ評論家の方で三浦綾子さんをそこまで評価する人はまずおそらく一人もいないと思いますけれども実際庶民の方々が本当にこの三浦綾子さんに対して高い評価をしておられる。 そして一般の方々が本当に多くの影響を受けているこのデータからもお分かりなんじゃないかと思います、まあ、実際私がまあ出会ったりいろいろ出会った方々また聞いたいろんなお話を通してもこの三浦絢子さんの本で人生が変えられた人もうこれ数えきれませんねまた本当にクリスチャンになった方これもまた数えきれないなと思います まあ、このいろんな方が影響を受けてますけれども、まあ、有名な方でもね影響を受けた話を先日は聞きましたあの元巨人でヤンキースに行かれたね松井秀喜選手っていう方を皆さんもご存知だと思いますけれどもこの前松井選手のお話が、まあ、私がこう入っているカード会社のですね何、えー、て言うんですか月1回来るあのものの中に書かれてありました、まあ、その中で松井選手は最後に私の2冊のようなことをね 書いていてたんですけれども一冊は「夏目漱石の心」という、ね、作品を選んでましたけれどももう一つがなんとですねこのの三浦彩子の塩刈陶芸という本でした、まあ、私も前回お話しさせていただきましたがこの「塩狩峠」を中学校3年生の時に読んだそのことによってイエス様も信じるっていう決断をしましたけれども本当に多くの方々がこの「塩狩峠」をはじめですね三浦彩子さんのいろんな作品を通して人生が変えられ またイエス様を信じるように導かれてきたまあそのように言えると思いますまあ、今日は残りの時間はですねこの三浦彩子さんが語る福音というものがどんなものか、えー、それを詳しくお話をさせていただきたいと思いますまあいろんなそれぞれの作品でですね三浦彩子さんはそのご自身が、えー、本当にまたこれは受け取ったものでもありますけれどもそしてもちろんそれは聖書にも書かれてあることですがこんな素晴らしい福音が与えられてるんだそのことを伝えてくださっていますけれども まあ今日は三浦彩子さんの最初の作品である氷点からですねこの三浦彩子が語る福音についてお話しさせていただきたいと思いますまあこの氷点というのはですねえ朝日新聞の1000万円検証小説というのに入選してもう多くの方ご存知だと思いますえその当時であればね、丸が物価的には一つ違うというんですから今ならもう1億円検証小説みたいなものすごいものに入選した作品で もうその当時のの方々ですねその時にはちょうど1964年昭和39年あの東京オリンピックの年ですもうこの時にはものすごいこの『評点』が話題になってですね、まあ、ブームになりましたでその時にもこの本のテーマは「現在である」ってことをね、まあ、三浦綾子さんが言いましたし、まあ、評論家もそういうお話をしました、まあ、いわゆる「現在」というのは人間が生まれながらに持っている罪、まあ、これをですね三浦綾子さんは小説の形を通してまあ語った。 まあこういうふういふに言わわれたけけなんですけどもしかしもし氷点がこの「原罪」人間が生まれながらに持っている罪これだけを話している作品だったらですねまともにそのメッセージを受け止めた人ほどですねもう暗くなりがっかりして絶望になってしまうまあこんな作品になるんじゃないかと思います。でも三浦亜子さんはもちろん人間のそのマイナスの面いわゆる「原罪」のことも語りましたけれどもしかしその「原罪」を持っている「 人間に対するプラスのメッセージ実はそれもですね、えー、この本では語られている、まあ、私もそのことはまあこれはもちろんキリスト教の言葉で言うならばいわゆる救いっていうことを語っているようなということは分かってたんですけどもっと違う表現で三浦さんなんか著作の中で書いてないかな、まあ、そう思っていたんですねでもある時に私はこの言葉に出会ってこれだと思いました。 それは氷点の中の、まあ、階段という章、ね、のところに出てくる表現なんですけれども、まあ、これは主人公的に出てくるこの辻口慶三という人がですね、まあ、いろんな人生悩みをこの感じる中でこの教会の前まで行きますそしてこの教会の前に行ったときにこの教会の前の説教台をあの見るんですねそしてこの説教台のなくてはならぬもの というものに、えー、心が惹かれましたそしてこのように自問自答しますなくてはならぬものとは何だろう俺にとってなくてはならぬものとは何だろうまあ、このようにですねこの主人公が自分に問っています私はこの言葉に出会ったときにあ三浦愛子さんが語りたかったことって ここのととだなと思いましたつまりななくてはならぬものとということ生まれながらに罪を持っているいわゆる現在のある人間にとってなくてはならぬものそれを三浦綾子さんはこの「氷点」を通して語ろうとした伝えようとしたこのことを覚えることができましたさあじゃあこの「人間にとってなくてはならぬもの」とは何でしょうか まあ皆さんもちょっと私のお話を聞く前に考えていただきたいんです。これがないと生きていけないなって思うもの何でしょうか私はその答えのヒントとなるものが氷点にあるこれにもその後と気付いたんですね。それ何かと言いますと氷点の中で実は目立つ一つのことがあります。それは何かというと自殺とということなんですね実はこの作品で自殺者が目立つんです。 数えてみますすと4人いるんですね自殺者というのはですねまあ肉体的にはまだまだ生きていくことができますいわゆる高齢になってもう死ぬしかないんでもない癌になったりしてですねもう死ぬしかないというわけでもない生きていくならまだまだ生きていけるしかし彼らなりに生きていけない理由があってもう私は死ぬしかないと言って死んでしまうわけです つまりこの自殺者というものが実は人間のなくてはならぬもの人間が生きるためになくてはならぬものあそれを示している彼らの自殺の理由これがなかったから私は死にましたということこれがなくてならぬものを表しているということをですね気づいたんですまあそれで私はその作品に出てくる4人の自殺者 これをピックアップしてその理由を学んでみました。その時になるほど、そうか、人間にはこの4つがないと生きていけないな、このことに気づかされたわけです。まあ今日はその4つのものを皆さんに紹介したいと思うんです。そして実はこの4つのものが、実はこの私たちが聖書を知り、そしてイエス・キリストを信じることによって与えられていく。そして本当の意味で、 人間として生きるようにさせてくださるんだ、まあ、これこそ三浦亜子が語った福音だってことをですね、まあ、理解していきましたまあ今日はそういうことでこの4人の自殺者から私たち人間にとって生きるためになくてならぬものを紹介してみたいんですけどもまず1人目の自殺者から言えるなくてはならぬものこれですそれは人生の目的ということですこれは作品の中で このオホーツク海沿いのシャリというところで、自殺した女性が出てくるんですね。これ海で女性、あ、自殺しようとするんですけれども。この人がなぜ自殺したかは。この本文ではね、評点では出てきません。しかし、三浦綾子さん、実は。その後ですね。このさ、この人物のモデルが誰かを明らかにしました。それは。その後、六番目に書いた。ご自分の自伝、道ありきを通してですね。三浦綾子さんは。その。 このシャリの海岸で自殺した女性実は私がモデルでしたっていうことをね明らかにするんですで、氷点の方ではなぜ自殺したかの理由は分かりませんけれどもこの道ありき辞典の方ではその理由がはっきり書かれていますそれは一言で言うならばこう書いてあるんですね私には生きる目標というものが見つからなかったのであると こういうふういふに書かれてあります、まあ、三浦綾子さんは戦前戦中までは生きる目標がありました人生の目的がありましたそれは何かといえばもうその当時の日本人はみんなそうだと思っていたんでしょうけれどもそれは天皇陛下のために生き死ぬということでした彼女もそれを疑わずにそうだと思い込んで生きていましたそして学校の先生になってからもそれがあなた方の人生の目的ですよそのよう,うに生徒にも教えて生きてきた人でした しかし彼女からその生きる目標人生の目的取り去られる日が来たんですそれがいわゆる敗戦の日でしたその時を通して三浦綾子さんはあ,あもうこれは自分の人生の目的生きる目標としては持っちゃいけないまあそのように思うわけなんですけどもでその後戦後になってじゃあ代わりに何を人生の目的にしたらいいんだろう生きる目標にしたらいいんだろう彼女はいろいろ探し回るでも結局彼女はねそれを見つけられないんですね まあ見つけられない中でまあ虚無的になってまあ,ある二人の男性と実は同時に婚約するなんていうすごいこともするんですけどもその一人の人との婚約を破棄するために訪れたその彼の故郷のシャリで彼女は自殺を図ったんですねまあ彼女はまあ言っています「もちろん生きる目標だの人生の目的など知らなくても生きていける人もたくさんいるでしょう」とでも私はそれが分からなければ生きていけない人間でしたと。 このようにですねあの語っているんですねまあ三浦彩子さんはしかしこの自殺を試みようとしたんですけども幸いその元婚約者と言ったらいいでしょうかそのお断りした婚約者が実は彼女を後から追いかけてきてですね海外に入ろうとする彼女を止めて彼女は助かるんですまあしかし彼女はその後本当にこの生きる目標人生の目的を探す その歩みをしなければならなくなったんですがその時に神様が本当にその悩み苦しんでいる彼女を救うために使わしたのがその前川正のですねまあ生き様そして前川正がこの教えてくれた聖書を通して三浦綾子さんは本当の人生の目的が何か。 ここれを掴んででいくことができました、まあ、彼女が掴んだものをお話しするために非常に参考になるのはですね、まあ「人生の目的」というタイトルで非常に世界的に売れた本があります。アメリカのリック・ウォーレンというね牧師が書いた英語では「ザ・パーパス・ドリブ l ライフ」というんでしょうかね、えー、日本語には「人生を導く5つの目的」という、えー、タイトルの本に訳されていますけどもその本の中で、まあ、リック・ウォーレン牧師が言っていますね。この イエス様が最も大事な戒めとして教えたものこそですね。私たちの人生の目的を表しているということです。まあ、その時に挙げられた御言葉がマタイの福音書22章36節からこの40節の御言葉でした。その中で。イエス様は私たちが本当に守るべき戒めとして二つのことを挙げられています。一つは簡単に言いますと。 神を愛しなさいといととうことですそしてもう一つは人を愛しなさいということなんですね。そしてこの立法全体と預言者とはこの2つの戒めにかかっているとイエス様はおっしゃいましたつまりこの戒め神様が与えた戒めもう二言に要約すれば神を愛することと人を愛することになる実はそれが人間の人生の目的そして人間とはこの世に生きるものなのだよ イエス様は教えてくださったわけです私たちが何のために生きるか、それはですね、やっぱり私たちを作られた方しかわからない。どっかに何かの電気製品が落ちていたとします。この電気製品は何のためにあるのか。私たちはそれを見ながら勝手に想像することは可能でしょう。しかし、本当の意味でこの機械が何のためにあるか分かっているのは、その製造元ですね。そこに問うならばですね、これはこんなことのために作られたんですよ、とこう言うと思います。 実は私たちも何のために生きているか人生の目的って何なのかそれは私たちを作った方この方だけが知っているそれはつまりこの神様イエス様だけが知ってるんですねこの聖書の言葉で言うならばあなたは神を愛するために作られたそして人を愛するために作られたそういう存在なんだよそれこそがあなたの人生の目的なんだまあこのことをね教えているわけです、まあ、子さんは 前川正さんの生き様の中にまさに神を愛し人を愛するなんと彼をね彼は自分を愛するがゆえにね本当になかなか彼女を立ち直らせない不甲斐さを本当にこの丘の上でですね春光台というところで前川正は石でゴツンゴツンと足を打ちつけるんですその姿を見て本当に人を愛する姿を見るんですね敬虔な神を愛しているクリスチャンである彼が 私という本当に小さなものを本当に愛してくれるその姿を見たときに私が求めていた生き方はこれじゃないかこれを覚えていくわけですそしてその後には聖書を通してこの御言葉にもあやこさんは出会っていったと思いますねそんな中でそうだ前川しが生きざまで示しているようにまたイエス様が聖書で教えている通り私の人生の目的は神を愛し人を愛することなんだこれをですね三浦綾さんが掴んでいったと言っていいと思います 彼女が掴んだものを表している一つの言葉はあの塩刈峠の、ね、最後の主人公長野信夫の遺言ではないかと思います。長野信夫はこういう遺言を残して死ぬんですね。僕は毎日を神と人のたために生きたいとと思うと語ります。まさに三浦絢子さんが何のために生きるんだ悩みに悩んで掴んだ答えこれだと言っていいかと思います。 長野のも全く神を知らなかったた反抗さえしていたでもそんな中で彼はクリスチャンになってそっか僕の毎日は神と人のために生きることなんだつまり神と人を愛して生きることなんだそのことをねはっきりつかんだんです三浦彩子さんは本当にこのことを知って以来イエス様信じてから本当に最後の最後まで神と人を愛して生きるそういう悔いのない素晴らしい生涯をですね全うされたそして私たちにもこれが 本当のの人間の生きる道なんだそのことをですね語ってくださったその一して私たちが本当の人生を悔いのない後悔のない人生を歩めるようにですねまさにご自身が模範になってくださったこのことをまず私たちは知ることができるかなと思いますいずれ私たちになくてならない一番目のものは人生の目的ということだまあこのことをですね三浦役さんは示してくださっています そして第2番目にですね三浦絢子さんがなくてならないものとして示しているのはこの自分の存在価値ということですこれを示している自殺者はですねこの主人公の辻口慶三さんがやっている辻口病院で飛び降り自殺したですね正木二郎という人物が表しています、まあ、彼はもともと銀行マンでしたけどもこの2年間入院した後、まあ単退院間近になって実は人生の虚しさを覚えます そして最後に、まあ、この辻口病院長にね、えー、自分自身の虚しさを告白して飛び降り殺をするんですけども、まあ、彼はねこう言うんですね自分が入院しててもね自分の,かあの会社の銀行はちとも困らなかったもう視点が2つも増えて繁盛してるもう自分がいようがいまいがね同じなんですよと。そしててて結論付け言言ってる言葉は つまり僕の存在価値はゼロなんですというね言葉だったんですね私たちはこの世で生きていて何の意味もない価値もない生きていても生きていなくても周りの人々にとっていや世界にとってですね何の変わりもないってなったらもうこれだけで虚しくなって死ぬ人は死ぬと思います当然私自身がもう自分の親しい方やいろんな人々に本当にマイナスの存在迷惑をかける まあこんなに思ったらですねまあもう生きていけないってことになると思いますけどもまあいずれ私たちが生きていくために実は自分の存在価値がプラスでなければならない私は周りの人にとってもあらゆる人にとっても価値のある存在そのことを覚えたらですね生きていけるこのように言えるんだと思いますまあそのことを通してね今日皆さんに考えていただきたいなと思うのは 私たちの存在価値ってどれぐらいなのかということです。まあ私は笑い話で時々言うんですけども、これで自分の存在価値を測れるかなと思ったことありました。それは何かと言いますと、私が初めてですね、うんこの中学校じゃない高校になってからですね、二、えー、年三年の間でしたが、私の高校の短期留学プログラムに申し込みましたらね、受かってですね、アメリカに行くことができました。で一ヶ月ぐらいの短期の留学をしてきたんですけども。 その時です、ね、まだ日本ではというよりは、まあ、私の田舎ではというのが正しい言い方だと思うんですけどもまだ見たことのないものが買い物をした時ね見たんですよ何かというと、まあ、今では当たり前にあるもんです物をこを通すとピコンと料金が出るというレジを初めて見たんです私の田舎ではまだ何円とか打つレジしか見たことなかったのでこれはすごいなと物を通した料金が出るすごいなと思ったんですね まあここで泊まればよかったんですけどね、私もちょっとそこで思ったことがあったんです。物を通せ料金が出るなら、私の料金を測ってみたいと思ったんですね。まあ、この辺がちょっと普通じゃない私の <laughs> ところかなと思うんですが、それでですね、レジの人の目を盗みまして、私はそのレジに手をスパッと通したわけです。ささあ皆さん私は 何円,だ何円というかあちは何ドルですかね何ドルだったでしょうか <laughs> まあ大体皆さん予想はつくと思いますけどねえー、反応しないんですからゼロのままでしたあ私ってゼロかなとかね思った <laughs> あの瞬間でしたけれどもまあこれ笑い話で済ませられたのはですね私はその前にあることを通して私の本当の価値はこれだろうなって思っていたからです。それは何かとというと、まあ あの前回少しお話しさせていただきましたけども私が中学校3年の時三浦絢子さんの本「塩刈峠」を読んだその時にね自分の価値はこうじゃないかなと思ったことがあったんですまああの私はその塩刈峠を読んだ時にね一つの何て言いますかね問題意識を持ってましたそれは何かというとまあ本当の愛で愛してくれる人いないかなっていうことだったんですね、まあ、そんなことと言うと あら先生なんか家族にも愛されなかったんですか周りの人も愛してくれなかったんですかなんて言われるんですけどねあのそういうことじゃないんですねあの家族も愛してくれましたしかしですね私は家族の愛を超えた愛を求めるようになった中学校になってからそれ何かとという生きっていうと,ると,いうとをるを私の両親は何の宗教も持ってませんしねなんていうんですかねこの世の中の皆が生きているように生きね えー、いいところに入り、まあ、いい経済的に満たされれば人生っていいんだよ、まあ、これ以上のね何も何て言いますか思想やポリシー持ってる人じゃなかった私はそれはちょっと違うんじゃないかなと思,いつ思ってたんですねでそのそれを超えた生き方を教えてくれる人というのを求めてたその愛を持ってくださる方を求めてたまあそんな中で私中学校3年の時にあこの方はそういう愛で愛してださるなと思ったのがこの私のクラスの担任の先生だったんです。 まあこの先生は本当に、まあ、悪いことすれば厳しくも叱ってくれましたいいことすればものすごく褒められたこともありますそして素晴らしい,い生きるってこんなことだよって説教してくださったこともありましたえ私はこの素晴らしい愛の先生をですね一つのことで試したことがありますそれは先生との交換日記のようなね生活記録表というものを通してでしたまあ先生にですねある架空のお話を書いてこの質問をしたんです まあその架空のお話というのはこういうお話でした。まあ、第3次世界大戦が起こりました。地球は火の海です。まあ、先生はヘリコプター見つけて脱出できました。まあ、おお助かったって先生飛んでいくんですけれどもしかししばらく飛んでいきましたらまだ燃えていないところが見えそこに人影が見えるんです。おっ誰だろうと思って見ますとなんと先生の息子が見える。先生は助けなきゃいけないと思ったんですがしかしそのあと。 もう一人、人影が見えました。誰だと思ってみるとですね。なんと教え子の、この長谷川義満さんが見えた。さて、ここで質問と書きました。先生がもし一人しか助けられないとしたら、どちらを助けますかというふうに書いたんですね。まあ、私の究極の愛の質問でした。まあ、こんな担任の生徒を思った先生はね、大変だと思うんですけれども。まあ、皆さんも、この答えどう予想されるでしょうか。 まあ私はですね、もう99％これは息子と書くだろうと予想しました。まあ1％はですね、まあ本音は息子かもしれないけれども、まあそのようにならない、その状況にならないとわからないみたいなちょっとごまかすような答えで0％で私というふうに、ね、予想したんですね。まあ2、3日経って先生からこの返事が来ました。赤ペンで書いてあった返事にはこう書いてあったんです。 私も人間だからそういうういい状況になれば息子を助けると思うと思書いてありました、まあ、私はもう99%そうだと思ったんですからまあそれしかないよねともうね理屈的には100%納得しました、まあ、しかし感情的な方は皆さんも受けあの覚えてくださるんじゃないかと思うんですねやっぱり感情的には受け止めきれませんでした あんなに素晴らしい私を愛してくれる先生でも最後の最後では自分を愛してくれない選んでくれないまた捨ててもしまうんだと思った時ですねやはり悲しい思いになったんですその時から私が求めたのは今みたいに息子と私とどっち助けますかって言った時に息子じゃなくって私って言ってくださる愛の方この方知りたいこういう思いだったんですまあでも こんな愛愛でしてくださる方もう一生かかったって巡り会えないだろうなってまあ思ったんですけどもまあでもその思いを知ってくださった神様がそういう愛で愛してるものいるんだよって示してくださるためにその後もう1年も経たないもう半年ぐらいだったでしょうか三浦絢子さんの「塩解峠」との出会いを与えてくださいました。そしてこの塩刈陶芸を読んだ時にね あ私の望んでいる愛で愛してくださる方ってやっぱりいたんだって分かったんですそれが誰かといえばこの聖書の神様なんですねまあ塩刈峠にはこの言葉はありませんでしたけどいわゆる聖書で一番有名なヨハネ3章16節の言葉ここで示されていることが語られているものこれが聖書でありまたいわゆるキリスト教だってことを私は塩刈峠で知ったんですそれは何かというと 神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたってことです。神様は自分の息子イエス・キリストと私一つ助けるかって言ったらなんと驚くべきことにですね。自分の息子のイエス・キリストじゃない。あなたの方を救う。あなたを救うためなら私も愛しているこのイエス・キリストも犠牲にするんだよ。実際したんだあの十字架の上で。そのようにですね。 潮会峠を通して私は語りかけを受けることができたんですああ私はこの方を求めていたんだそのこともですね潮会峠を読んで分かりましたでもその時に私の存在価値もどれぐらいか共に分かりました、まあ、聖書で有名な一つ価値ということでいえばねみ言葉がありますそれは「イザヤ四十三章四節の言葉です」 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし。まあ多くのクリスチャンの方々、この見言とば好きだって方多いんじゃないかなと思いますね。まあでもこの見言葉ば多くの場合はこの前半でですね止まってしまうんですね。私の目にあなたは高価でたっとい。ねえ私たちは自分を見るとできそこいだと思ったり。 まあ他人にも「お前はダメなやつだな」とか言われてね結構自分に劣等感を持っている人多いかもしれないでもそんな私たちにねこの御言葉を励ましを与えます神様は私の目にあなたは効果で尊いよ私はあなた愛してるまあここまで見たって本当にもちろん大感謝なんですけれどもしかしねここで止まるとどれぐらい効果で尊いかがはっきり分かりません私はある時にあここまで行くとはっきり分かるんだと思いましたそれは何かというと最後のフレーズ だから私は人をあなたの代わりにしっていう言葉です。ここで人をあなたの代わりにしって言ったら、聖書全体からしたらこの方しかいない。神の一り子であったけども、2000年前ベツレヘムに人としてお生まれになった。神の御子イエス・キリスト。このお方を代わりにしたということしかないですね。だから私たちの効果でとえというのは、このイエス・キリストをあなたの代わりにしても、あなたは救,われ救いたいと思っている。 それほど私の目には高価うするとですね、私たちの価値、聖書で言っていることは本当驚くべきことです。それは、ミコイエス・キリスト以上、それほどまで高価で尊いと見てくださっているということです。もしミコイエスよりも私たちの価値なしと思えば、私の中学校の先生と同じだと思います。申し訳ないけど、その時になれば自分の息子を助けるから、お前は死んでくれとしか言いようがなかったと思います。 しかし神様はそうおっしゃらなかった。取るに足りないと思うかもしれない。罪人で、そして本当に神の様の目から見たらね、本当にこの、なんて言いますかね、もう本当に罪深い、そしてまた神様にも反抗してとんでもないと思われるものかもしれない。でもそんな私の方を神様は愛している一り子イエス・キリストよりも救おうとされて、その御子を犠牲にされた。だから私の存在価値。 この話がわわかかった、ね、かったたにに本当んですそれはミコイエス以上の価値を神様は見ていてくださるんだそれが私の本当の存在価値なんだ私の存在価値はゼロなんですなんてもんじゃない本当に驚くべき価値を私は神様によって与えられているそのことをですね覚えることができました私たちがいろんな ことがあります人生で失敗することもあるでしょう、うまくいかないこともあるでしょう、こんな私なんか生きていても仕方ないんじゃないかと思うこともある、でもそんな時にも、神は一り子を与えるほどに私を愛してくださった、あなたの存在価値は私の目から見たら、巫女イエス以上なんですよ、これをはっきり知ったならね、私たちはそういううまくいかない、失敗した、そんな中でも生きる力を与えられて生きていくことができる、そんなもんではないかなと思います。さあ 3番目の私たちになくてならぬものを示したいんですがそれは一言で言えば罪の許しということですこれはもう『評点』読んだ人なら誰でも分かる自殺者から言えますね。それは主人公の辻口陽子という人物が最後に美英川の河原で自殺をしますなぜかといえば彼女は自分の親が誰かそれまでは死にませんでしたしかし育ての母からある時暴露されるんですね。あななたたたののの父は私たちの子供を殺した殺し人犯なの そのことをあの言われますそれを通して陽子は自分の罪ということをねはっきりと悟らせられました自分は外側としてはですね罪を犯してきたことはないまあ読者の私たちも「評点」を読むならば陽子の行いとかねあるいは思いですら罪を見いだせないかもしれませんしかし陽子はこの自分の父が殺人犯だと聞いた時にね 私は生まれながらに罪人の血をまさに受け継いでいる私が外側でいかに罪を犯さずとももう私は生まれながらに罪人なのだということに気づきます、まあ、聖書で教えてる私たちはアダムの子孫である限りね外側で罪を犯さずとももう生まれながら罪人だというこの現在思想を実は三浦雄子さんはそういう感じでですね、えー、教えているんですね、まあ、でも本当にこの罪というものが分かったときに陽子は最後に遺書を書いて自殺をします その時に遺書でこういうふうに言ってるんですね私の血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる権威あるものが欲しいのですとこう言います私たちももし罪というものを何も意識していなければその罪の赦しなんて欲しいと思うことはないと思いますしかし罪をはっきり分かった段階でこの赦しが欲しいこう思うと思うんですねまあ分かりやすく言えば がんになるまではがんの特効薬や名誉を探し求める人はまあよっぽど備えあれば憂いなしでなければしないと思うんですけどもしかしがんになった途端に私のこのがんを治してくれる特効薬や名誉はいないのかまあみんな探し求めると思います私たちも自分の罪っていうのははっきり分かった時にこの血の中を流れる罪をはっきりと許すと言ってくれる敬ある者が欲しいようこのように叫ばざるを得ないと思うんですねまあ私は三浦屋子読書会で本当に罪の許しを求めた方に出会い えー、そのことを教えられました読書会に本当に熱心に通われ始めた方でしたけども何回目かでお休みになったのでちょっと事情をリーダーの方に聞いていただいたらなんと彼女はがんが見つかったそれでこの「すぐですね入院してくださいもう手術もできません」そんな感じだったという連絡を受けましたああこの方にだんだん不倫を伝えられてね信じてもらえればいいなと思ってたんですけどもうこれはすぐ伝道しなきゃいけない私はそういう思いで。 えー、この病院に行きましたそして福音をね、まあ、語らせていただいたんですしかし彼女は言うんですねいやでも先生私本当に罪深いんです今まで人生でたくさん罪を犯してきましたこんな私が罪を許していただいて天国に入ることなんてあるんでしょうかまあこういうふうにお話しするんですねまあ、私はその時に本当に普通の人に話しても何の感動も あたれないんだろうなと普段思いながらでも伝道者だから語らなきゃいけないと思って語る言葉あこの人には本当に福音だと思ったんですそれ何かっていえばキリストはあなたの罪のために死んだっていう言葉ですこの言葉本当に彼女に福音じゃないかそのことを思ったんですねそして私なりに祈りつつ彼女にそのことを語りました、まあ、神様働いてくださり そして心の中に聖霊様がたりかさったからだと思いますね、ストンと落ちたようで、分かりました、私もその通り、信じさせていただきますと言ってですね、イエス様を本当に自分の罪の、本当に許してくださる方として、救い主として信じるお祈りをさげてくださったんです。まあ、結果的にはあと1か月後ぐらいに召されましたけれども、本当に召されたときに、彼女の本当にその寝顔を見たときにですね、 本当に罪に許された平安で天国へ行ったんだな、そのことを覚えさせていただきました。いずれ私たち、罪ある人間ですから、罪を行わずには生きていけない人間ですから、なくてならぬものは実は罪の許し、これを与えるのがイエス・キリストの十字架の御業だと言っていいと思います。そしてもう一つですね、このなくてならぬもの、それは、 この留置場で自殺した犯人、妻子父親という人から言えるかなと思うんですけども、それは将来への希望ということです。この妻子父親について、三浦役さんは経歴書いてるんですけども、本当に幼い時に関東大震災で自分の両親を失ってから、もう苦難の連続なんですね。彼はなんとかここを乗り越えていけばいいことあるんじゃないか、その希望を持って生きてきたと思います。しかし、この希望の糸が、まさにぷっつんと切れたのが、この殺人を犯してしまった。 もうこれかかららは殺人犯としてて生きていかなきゃならないなななゃもうこの時にですねああもう自分の人生はダメだもう絶望して死ぬしかないこういうふうになったと思います私たちは希望があれば生きていけますしかし希望がなくなれば生きていくことができないだからなくてならぬものは希望なんですね聖書ではエレミア29章11節でこういう言葉があります 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜げそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。まあ、神様は私の人生に計画を立っていてくださる。まあ、このように言ってるんですね。その計画というのは、将来と希望を与えるためのものだよと言っています。 これどういう場面で言われたかというと実はこれはバビロン保守の民に対して当てた手紙と書いてあるんですねだから本当にもう最悪を経験している人にちゃんと計画立ててるよそれは素晴らしい将来と希望の計画だとこの御言葉は言っています実は三浦綾子さんも宣伝を受けた時にはもう暗黒の状態でした病は悪くなりそして脊椎カレスを併発してもうギブスベッドに入らなきゃならない もうう私ははただだだ死ぬだけだろうと彼女は思っていましたしかし彼女の人生にバビロン保守のようなその最悪の彼女にね実は素晴らしい将来と希望の計画があったわけですその後彼女はなんと7年後ですけれども病気が癒され退院できましたその後には結婚もでき小説家になり30代で死,のうとして死ぬんだろうと思ってた彼女は77まで生きて70数冊本を書くそしてまあ続編を言えばですね死んだ後も本が出続け 死んだ2年後にはですね、まあ皆さんも今見ている長谷川義満という人物に志は立てさせられ、三浦綾子読書会が始まって、それが全国、全世界に広がっていく、こんなことが起こったわけです。瀕死の三浦綾子に、私はただ知るだけと思ってた三浦綾子に、こんな素晴らしい将来と希望の計画を神様は立てていてくださり、それを実現させてくださったんですね。これは一つの型です。私たちもも人生もううここんなととだろうとか思ってしまう でも神様はもっと大きな素晴らしい計画私たちが考えもできない望みもできない素晴らしい生涯をですね与えてくださるこのように言ってもいいかなと思いますまあいずれ私たちは生きるためになくてならぬものこの標点を通してですね実は4つ学ぶことができます今言いました人生の目的自分の存在価値罪の許し将来への希望それら全部をですね 私たちは、聖書を通してイエス・キリストを信じる信仰を通して与えられて、そして本当の意味で人生生きていけるものになる。三浦絢子さんもそれを見つけたものとして、私たちにそのことをですね、評点から始まって多くの作品で伝えてくださった、そして多くの人はそのなくてなるものをつかんで生きる、本当の人生をです、ね、見出していったと言っていいんだろうと思います。さあ、最後、結論、一つお話をしたいんです。三浦彩子さんは 唯一信仰入も書として書かれた光あるうちにですね最後私たち読者に招きの言葉を語ってくださっています最後それをお読みして終わりたいと思います私はこの章の最後にあえて今一度読者の一人一人に向かって呼びかけたいかけがえのないそして繰り返すことのできない一生をキリストを信じてあなたも歩んでみませんか今までの生活がどんなに疲れ切った あるいは人に言えない恥ずかしい生活であってもまたは言い難いほどに苦しく悲しい毎日であったにしても今あなたの前にあなたの足跡が一つも記されていない純白の布のような道があるのです過去はどんなええ見方であったにせよ自分の目の前に足跡一つない道がありそこにどんな足跡を残していくかは自分の自由だということそんな素晴らしいことはないと思います過去はいいのです 今からの一歩、あなたもキリストの愛の手に導かれて歩みたいとはお思いになりませんか。そしてあなたの人生を喜びにあふれた人生に変えたいとはお思いになりませんか。そのことがあなた自身にどんなに難しく見えても、神が助けてくださるのです。キリストはこう言っておられます。人にはできないことも神にはできると。光あるうちに光の中を歩もうではないか。 最後のこのこ三浦役さんの招き三浦子さんの本を読んだすべての人にいや読まない方々も含めて招いてくださっている言葉だと思います本当に暗黒の人生の中にいた三浦綾子さんが本当にイエス・キリストを信じて変えられたことを踏まえてあなたも私と同じようにこのイエス・キリストを信じて歩んでくださいそしてこの喜びの人生をぜひ体験してくださいこのように招いてくださっていると思います今日聞いておられる方まだイエス様を信じてない方がいたらぜひ この招きに従ってイエス様を信じて歩み出していただきたいまたイエス様を信じてすでに歩んでいる方も改めてこのイエス様にもう一度人生をいらねしそしてイエス様に従って大変素晴らしい生涯をなおなお歩んでいっていただけたら幸いだというふうに思います今日は三浦役さんと福音ということで三浦役さんが作品を通して語られた福音をお話しさせていただきました本当にご清聴ありがとうございました